内部留保、内部留保、内部留保とは企業が経済活動を通して獲得した利益のうち企業の自己資本率を高めて融資や投資の信用確保や不況時に備えて売り上げ、借金、出資の企業の3つの資金調達型のうちの売り上げによる資金調達を意味する。フロートストックでストックにあたり企業にとって収益増加のための設備、海外投資や 借金返済に回す企業の自己資本である。さらに、利益上預金の用途は株式会社なら、利益をさらに生み出すための投資、配当の増加など用途は、株主という債権者の同意のもとにあるものと限られる。ため利益の増加に結果的につながらないと株主に判断れる用途には、配任にされるため経営者も用いない。社内留保、社内分配とも呼ばれることもある。 過去から累積した利益の流法額全体を指す場合と、単年度ごとに生じる利益の流法額を指す場合と、あるが、本校では特に断りがない限り、前者として扱う、貸借対象表の勘定科目において、内部流法という項目自体が存在するわけではない。企業価値の成長プロセスの根幹であり、内部流法なくして、企業価値は増加しない。企業は稼いだ利益を、 利益乗余金として株主資本に組み込むことで貸借対象表の貸し方の増加に合わせて借り方を大きくすることで設備投資や M&A に回して株主の望む企業成長のための営業資産としている。基本的には企業の利益金額から役員賞与、配当、役員賞与金、租税などの社外流出分を除いた部分を社内に 保留することである。しかし内部留保の概念には公共があり、具体的にどの勘定科目を内部留保の計算に用いるかをめぐって、会計学や経営分析の研究者間でも見解に相違が見られる。利益上預金とは、純利益から配当金や役員賞預金などの社外流出分を差し引いた金額である。必ず内部留保に含められ、貸借対照表では、 貸し方の資本の部、日本では純資産の部に勘定化として表示される。財務省、財務総合研究所の法人企業統計調査は利益上余金を内部留保として捉えている。法実する他の科目も内部留保に加算できると考える立場から、これを公表内部留保と呼ぶ研究者もいる。なお、任意準備金は純利益の前の段階で、 すでに費用として控除されている各種引き当て金、原価償却費引き当て金、価格変動準備金、退職給与引き当て金などとは別の概念である。講義の内部留保として、利益乗用金の他に、以下のような勘定科目の全体、または一部が内部留保に含まれるという議論がある。下記科目のどれを用いるかによって様々な内部、留保概念が想定され、 公表内部留保、利益乗余金だけでは、内部留保の実質額を補足できないという立場から、それらを実質内部留保と呼ぶ研究者もいる。貸借対象表においては、貸し方の負債の部は、資本の部計上される。日本銀行は、利益乗余金にの全体を加えたものを内部留保としている。また、の、各種引き当金や、 現価消却費中どの程度が課題形状分なのかも見解の分かれるところである。内部留保は準備金、積立金、引当金といった名称こそ付けられているが、現金や預金だけではなく、売掛金、金銭債権、有価証券のほか、土地建物、機械設備といった固定資産など様々な3形態をとって運用されている。 対策対象表上にて、内部留保は、貸方側の特定の勘定科目に現れる。これに対し、総資本の具体的な運用形態を示す。借り方側、資産の部では、内部留保がそのまま特定の資産科目に対応して、表されるわけではない。したがって、一時点の貸借対照表からわかるのは、内部留保分の金額が、借り方のどこかで運用されているということのみであり、 具体的にどのような形の資産で存在しているのかわからない。企業が資金調達として株式の発行や銀行借り入れ及び社債の発行を行うと株主、債権者からリスクに応じた資本コストを要求される。内部留保は株主資本を構成し株式資本コストを負担する。総資本に対する負債比率は2009年度以降 低下傾向にあり、企業は内部留保を含めた株主資本による調達を強めている。結果として、負債資本コストより相対的に高い株式資本コストの割合が上昇。企業の負担する全体の資本コストは上昇している。会社の配当財源の大きさは内部留保と当基準利益を通して調べることができる。利益常用金。 協議の内部留保の一部である前期、繰越利益は、当期純利益に加算して、当期未処分利益となり、配当財源となる。同じく利益乗余金の一部である、任意積立金も株主総会の承認があれ、取り崩して、配当に充てることが可能である。当期純利益が、利益乗余金へ分配される割合は、内部留保率と呼ばれ、一方で、 当期準利益が株主配当金へ分配される。割合は配当成功と呼ばれ、これが低ければ反対に配当余力が高いことを意味す。配当成功と配当余力、内部留保率の関係式は以下の通りとなり、通常100分率で表記する。これらの指標は会社の配当政策や資本蓄積状況の分析に用いる。従来、日本の上場企業は、 欧米と比べて内部留保を重視し、株主への配当は低く抑える傾向があったが、2006年時点では、大株主の要求や敵対的買収からの防衛施策として大幅な増配に踏み切る企業を増えている。一方、利益上用金、競技の内部留保も増加傾向にあり、1988年に100兆円、2004年に200兆円を突破。 2012年には300兆円を突破し、過去最高の304兆4828億円を記録した。2000年代からは利益上預金は増加していたが、現預金は平行線だった。なぜなら、大企業では内部留保でストックとして大規模な対外直接投資を行うため、固定資産に計上される子会社や 関連会社の長期保有株式や海外で買収した資産によって利益上預金が増えていたからだった。中小企業は内部留保よりも原油金が上回る財務状況にして資金繰り割るや運転資金不足の予備資金として備えていたが、それでもリーマンショック級の需要低迷による景気悪化で内部留保が原油金を下回るようになったことが示すように内部留保を 運転資金としてやりくりりするようになった。なお、すべての企業を合わせると、現金、預金資産は1989年の163兆7816億円をピークに低減していたが、その後は再び増加傾向にあり、2012年に過去最高の168兆3240億円を記録した。2008年のリーマンショック後の企業は自己資本率を高めて、 財務体質の強化を図るために内部留保を高水準で維持させている二千十三年時点では流動資産、固定資産、繰延資産など会社のすべての資産を合算した総資産に対して現金預金を十一点四パーセント保有している。しかし大企業と中小企業を比べてみると総資産に対する現金預金の割合は大企業が七点五パーセントに対して 中小企業は17.8%となっていて、資金調達を金融機関の借入金に頼る中小企業ほど、将来の経営危機時の資金調達として内部留保のうちで現金預金を割合として多く保有ている。金額ベースで大企業の約1.2万社は、海外投資した固定資産、将来の買収や、 合併資金が占める内部留保約200兆円に対して現預金が約65兆円である。それに対して中小企業は内部留保120兆円に対して現預金が約105兆円としていることからも運転資金が確保できずに資金繰り悪化で倒産することを回避するために内部留保に現預金の割合を駆して危機に備えていることがわかる。 2007年の米国金融危機、世界金融危機とそれに伴う、世界経済の急激な後退に際して、日本の大企業は非正規労働者の大規模な解雇、契約解除で対応した。このような情勢か、大企業の内部留保を原始とする資産の一部を、非正規、正規労働者の雇用維持、創出に活用することを検討する議論が起きた。日本共産党の C カ委員長は、 自動車産業は2万人近い人員削減を進めているが、業界の内部留保の0.2%を取り崩しただけで雇用は維持できると訴えている。労働組合の連合も同様の主張をしており、さらに政府でも河村武雄元官房長官が企業はこういうことに備えて内部留保を持っていると表明し、共産党の主張する。 内部留保の活用に同意した浅太郎副総理は共産党と自民党が一緒になって賃上げをやろうっていうのは多分歴史上始まって以来と答弁した。経済学者の的井総一は企業の内部留保や多額の対外投資は政府が勝手に使えるものではない。なぜならそれらのほとんどが民間のものだからである。企業の内部留保を投資に回せと言っても 政府にできるのはそれを誘導することだけである。企業の内部留保はデフレの産物であり、国内需要を喚起すれば投資に回ると指摘している。経済学者の岩田菊夫はデフレである限り、企業が巨額の余剰資金を抱えたままにしていることで、設備投資、消費などが動き出さないといった状況から抜け出せないと指摘している。以下。 そのような意味での内部留保の雇用への活用について、世界金融危機当時の肯定的、否定的意見を併記する。内部留保は税を課した後の余剰金であるため、内部留保に対して課税すれば二重課税とみなされ、これが主要な論拠となって、日本の法人税制では、特定同族会社を除いて、内部留保に対する課税は認められていない。しかし、例えば、 アメリカが死中国には連邦税として留保金課税が存在するただし、これは分配や具体的な事業に投資する計画がない場合であるので、競技が内部留保の定義からもさらに小さい範囲となる。競技抗議の内部留保となる利益のうち、具体的な事業に投資される計画があるものは課税されない。また、法人税がかかった後の利益への二重課税であるため、 内部留保として加わる、単年度の利益のみへの課税であり、過去積み上げた内部留保全体への課税でもない。日本でも、2013年現在、会計学の専門家である、大五里氏は、何らかの形で内部留保に対する課税の強化を求めている。経営学者の籠ごや忠雄は、最近、2012年になって、日本企業は、余剰資金を積み増している。 企業のリスク投資を促すことが必要である。日本企業の投資を促すには、単純な法人税減税ではなく、投資減税を行うべきであると指摘している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。